はい、皆さんこんにちは、渡辺です。本日はですね、大学数学にくじけそうなあなたへというタイトルでお話をしたいと思います。この話は主に数学科の学部1年生を想定しています。大体ですね、入学してから大体 1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、皆さんどうでしょうか。高校までの数学とちょっと違って難しそうだなとか、まあちょっとくじけそうだなっていう人が、まあ何人かいらっしゃると思います。まあそういう方に向けてお話をしたいと思います。で、まあ、1年生向けというふうに言っていますが、実際にはですね、2年生以降もどんどん数学難しくなっていきますので、同様のことが起こる可能性があります。ですので、そういう意味では1年生だけじゃなく、2年次以降の学生の皆さんにも聞いていただければと思います。でですね、まあ、そもそも数学科に入学したという時点でですね、きっとですね、数学が得意だった、もしくは大好きだった、まあ、そういう方が多いはずです。で、そんな方がですね、今まで好きだったはずの数学が大学における数学に苦しんでですね、嫌いになっちゃうのは、まあ私としては残念だなと思います。ですので、まあそういう人のに向けて、お話をしようと思います。で、まずですね、高校と大学における数学の違いですけれども、まあ入学前に高校の先生であったり、入学後にですね、大学の先生、まあもしくは先輩などから、大学の数学って高校までの数学と全然違うよと言われた経験はないでしょうか。私自身はよく聞いていますね。で、まあ果たして本当にそうなのかというのをまず考えてみましょう。で、まあ確かに違う点はいくつかあります。まあ3つここで挙げるとすると、そもそもですね、勉強量が全く違うと。だって、高校まででは3年間でですね、教科書全部並べても大した厚さになりませんね。ですが、大学1年、2年、3年、4年、まあ、そんだけ4年間勉強すれば、まあ、非常に多くのテキストを読むことになるでしょう。ですので、高校までの勉強量と比べると、まあ、確実に数学を勉強する量は増えます。で、まあ、さらに、高校生の時はですね、単に数学だけ勉強してればよかったわけではありませんよね。他にもいろんな教科がありました。一方で、大学は、まあ、1、2年次は一般教養などありますけれども、まあ、それでも高校と比べると少ないはずです。で、さらに、高学年になるにつれて、そういう科目も減っていきますので、結局はですね、その数学をやる時間が大半になるであろうというわけです。ですから、まあ、そもそもやる量が増えているので、そこが大変であろうと。で、あとは、高校まではですね、いろんな定義とか、まあ、やるんだけども、詳しくはやらずにですね、なんか問題を与えられて、まあ、それを解いてくださいみたいな勉強が多かったと思います。で、一方で、大学からはですね、もう、問題を解くというよりも、まず何かを定義して、その性質を見たりして、定理をやってとかっていう風に、まあ、証明とか論理に基づいた厳密性を求めるという、まあ、そういう点で、高校と大学では、まあ、ちょっと違うかなというところがありますね。で、まあ、大学1年で、まあ、新たな、今まで習ったことないことがいろいろ出てきます。高校の時と比べて、抽象的な対象を扱うことが増えてくるはずです。で、まあ、1年の時でも、まあ、難しいわけですが、2年次、3年次と、学年が上がるにつれて、どんどん抽象的になっていくと思います。まあ、そういう意味で、まあ、この3点は、例えば、高校までの数学と大学からの数学で違う点かなと思いますね。で、まあ、タイトルにもあった、どっかでつまずいちゃうっていう場合が、まあ、それぞれ人によって違うでしょうが、いろんなところでつまずく可能性があると思います。例えばですね、数学の論理記号とか、まあ、表記になれない。まあ、そこでつまずいてしまう。例えば、任意とか存在とかっていう記号ありますよね。あれの論理記号がわかんないとか、あと、まあ、大学に入ってから英語で表記したりもしますので、まあ、そういうものになれないという場合があると思います。で、あとはですね、今までそんなに高校の時にやってこなかった集合論とかですね、まあ、弦とか、あと写像とかについて、まだ全然わからないとかですね、あとは実数の構成とかで、レデキント切断とかいうのが出てくるんですが、まあ、それがわからないとか、あとは、まあ、微分積分でですね、イプシロンデルタ論法というのがありますけれども、それがわからない。今までやったことない。そんなのわからない。という場合が、例えば考えられます。で、まあ、線形代数とかでも、ベクトル空間とかですね、そういう抽象的なものが出てくると分からなくなる。まあ、そこでつまずくっていうのはよくある話です。で、まあ、つまずいてしまうんですが、その時に皆さんどう思いますかっていうことですね。で、例えば、友達分かってるのに自分は分かんないと。まあ、そういうことってありますよね。
他の人はなんでこんな簡単じゃんとかって言ってるんだけど、自分には難しい。でも、それによって、あ、自分、他の人は分かんない、自分が分かんないっていうことは、自分には通学のセンスがないんだと思ってしまったりとか、あとは、まあ、遠くを見すぎてですね、先輩たちはもっと難しい本をやってると。なのに、こんなところでつまずいてるようでは、今後やっていけるかすごい不安であると。あの友人は、どんどん自分で勉強していて、どんどん進んでってる。でも私は、自分のですね、与えられた課題も、消化するのも難しいとか、まあそういうことってよくあることです。で、まあそれでですね、もともと好きで入った数学科なのに、すごいなんかだんだんこう、気持ちがですね、落ちていってしまって、つまんなくなってしまうとか、やめたくなってしまうなんていうことは、まあしばしば起こる可能性がありますよね。で、まあつまずいたときに、全くつまずかない人っているかもしれないけれども、ほとんどの人がどこかしらでつまずくと思います。で、その時に大切なこととして、これはですね、ある意味私自身にも、自分自身に言い聞かせるところもあるんですけれども、難しいかもしれないんですが、他人と比較しない、もしくは、こうしないですね。比較しすぎないか、比較しないと。で、二つ目は、わからないことがあっても、まあ、そこで落ち込まない。まあ、これ大切にした方がいいと思います。で、まあ、これ何を言ってるのかっていうのを一つ一つちょっと説明しますと、他人と比較しすぎないとか、他人と比較しないっていうのは、まずですね、他の人の方が自分よりもできるっていうことは、まあ、よくあることなわけですよ。自分が世の中で一番数学ができるなんていうことはないわけで、自分よりすごい人っていっぱいいるわけですね。なので、なんかそれこそ、まあ、最近ですとツイッターとか見てても、もうすごい頭が良さそうな人とかいっぱいいるわけですよね。会ったことないけれども、つぶやきを見てるとすごいとか、あと、学校の先輩でも同級生でもどんどん勉強しててすごいとかっていう方、まあ、多分おそらく周りにいるでしょう。で、もしくは、比較対象が先生だったりするかもしれません。先生ってすごいなとかって思う先生もいるかもしれませんね。でもそれはですね、まあそもそも、例えば先生相手だと、それはあなたたちよりも長くやってるからいろんなことを知ってるのはある意味当たり前だというのはあります。あとは、友達とかですね、先輩でも、その人の方が早くからやっていれば、進むのが早いのはある意味当たり前ですよね。その先輩とか先生たちだっていろんなところでつまずきながら今のところまで来れたんだと思います。で、あと、同年代でもですね、早く進むっていう人もいるわけですよね。どんどん新しいことやっていくって。でも、考えてみてください。本当に新しいことどんどんやっていくって、いいことだけなんでしょうかということですね。実は、数学っていうのは、どんどん走っていく。まあ、それで、体力が持つ人もいますけれども、一歩一歩、そうつまずきながらも、そこを、克服してですね、修正して、一歩一歩着実に進んでいくという人の方が、数学に向いていると私は思います。ですので、うさぎと亀だったら、うさぎよりも亀のように、まあ、一歩一歩ですね、着実にこう歩いていく。まあ、そういう人の方が数学には向いているんじゃないかなと、個人的には思います。で、二点目のわからないことがあっても落ち込まないという話がありました。例えばですね、論理記号、集合や写像とか、イプシロンデルタ論法、確かに、よくつまずく人がいます。で、理解できなくてもそこで落ち込む必要はありません。なぜかというと、だってみんなそれ今まで習ってないからです。だから難しく感じるわけですね。高校でなんかやっていたことだったら、うん、まあそれは、うん、ああいうことはやってたな、みたいなことですぐ理解することができるでしょう。でもこういうものは今までやってません。全くやってないのを初見でわからないのは当たり前なんですね。で、ちょっと例え話をすると、その自転車を見たことない子供がいたとして、その子にですね、まあ自転車っていうのはすごい速くて便利な道具なんだと。で、その乗り物に、まあ、乗れるようになったらいろいろいいことがあるよとかって言って、乗り方を口頭で教えてあげて、実際に見せてあげてとかって教えてもですね、その子すぐで乗れますか？補助輪がない状態で乗れますかというと、それはもちろん乗れないわけですよね。答えは、だから乗れますかって言われたら、答えはもちろんノーなわけです。で、それはですね、誰しも経験しているはずで、まあ、自転車乗ったことない人もいるかもしれないけれども、ほとんどの人は乗ったことあるはずで、でも最初は乗れなかったはずですよね。で、なんで乗るようになったかっていうと、幼少期におそらく皆さん、まあ何度も転んだりとか泣いたりして、必死に自転車に乗る練習をしたはずです。
で、その時には誰かに支えてもらったりとか、転んで泣いて怪我してとかって、それを繰り返してどんどん感覚をつかんでいって、最終的に乗れるようになるというわけですよね。ある意味数学もそれと同じなわけです。だからイプシロンデルタ論法でつまずく、それはそうですよね。最初に自転車の乗り方知らないのと一緒です。じゃあどうすればいいか。イプシロンデルタ論法を何回も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 自転車の練習のように何回も繰り返すわけですよね。それを繰り返すことによってようやく感覚が身についていってできるようになるというわけです。はい。で、まあもしあなたが大学にいるのであれば、そうすれば大学の先生がいたり、友人がいたり、先輩がいたり、いろんな方がいます。ですから自転車を支えてくれるように、あなたを支えてくれるとか教えてくれる人がきっといるはずです。ですのでそういう人たちと一緒にやる、もしくは聞きに行く、まあそういうことをすることによって理解を深めてください。で、それを繰り返していけば必ず理解できる日が来るでしょうというわけです。ですからその最初にわからないのはしょうがないわけですよ。で、大学の数学ってやることが多いのでどん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 進んでいってしまいます。ですのである程度自分で、まあ自主練をしなきゃいけないわけですね。ただ聞いてるだけでわかるんじゃなくて、自転車の乗り方誰かに聞きました、じゃあ乗れますか乗れませんっていう話です。数学も一緒ですよね。自分で何も体験せずやり方を聞いてるだけです。皆さんそれだけではもちろんできるようにならないわけです。自分で自転車に乗る練習をしなさいと。同じように数学もイプシロンデルタ論法を何回も何回もこけながらもつまずきながらもやりましょうというわけです。ですから、まあ、その点は大変なわけですね。その自転車に関しては乗りたい気持ちがあれば何度も練習するわけですけれども、数学っていうのはやはり、必ずしも体を動かすものではないので頭を動かさなければいけない。でそうなった時に、途中でその練習がめんどくさいなとかって思うこともあるかもしれません。ただここに関してはもう必ずやらないとこれはできるようにはならないでしょう。で、例えばですね、自転車にすぐ乗れる子もいればなかなかその乗れない人もいるわけです。まあ、それは数学も似ていて、だから例えばイプシロンデルタ論法なんて簡単だよっていう人もいますよね。全くつまずかずに行く人もいます。で、一方でつまずく人もいます。でも先ほどの話じゃないですけど、早く乗れればいいのかっていうと、その後にはそんなに影響ないわけですよね。早く乗れたからといって自転車の運転が上手だとは限らない。で、自転車乗れるようなのすっごい遅くなって、小学校の例えば高学年になってようやく乗れましたとかって言っていてですね、あと10年20年それを経って、大人になった時にもしかしたらその人が自転車競技ですごい成績を収めてるかもしれません。逆に早くに乗ってた子は全然そういうのでは輝いてないかもしれません。それはわかんないんですね。数学でもですね、よく聞くのは高校までにこれこれを読んできた。例えば私の代数幾何っていうのが専門なんですけども、代数幾何のハーツ音を高校時代に読んじゃいましたとか、EGA を読みましたとかっていう人がもしかしたらいるかもしれませんが、将来いい研究者になってるかって言ったら必ずしもそうじゃないんですね。まあそれでいい研究者になる人もいますけれども、全く芽が出ないという人もいるわけです。ですから、その必ずしも早い方がいいっていうわけではないわけですよね。一個一個ちゃんと自分の中で消化していくと。で、それもまあ個人個人でその適切な速度っていうのは違うわけですから、まああまりですね、周りに気を取られすぎないようにするのが良いと思います。はい。というわけで本日はですね、まあ、ちょうど1ヶ月ぐらい入学してから経ちまして、皆さん本当は好きだった数学が嫌になってきたっていう人ももしかしたらいるかもしれないなと思いまして、こういうテーマを選びました。というわけで、本日の動画はここまでにしたいと思います。